六角箱の底を折ります。六角箱っていうのは六角形の形をした箱のことです。折り紙を半分の大きさ、この大きさを使いますので、一度半分に折り、カッターとかハサミで半分に切ってください。底1つ作るのに6枚、この大きさの折り紙が6枚必要になります。このような6枚を使っております。折り方は6枚とも同じ折り方になりますので、1つ分の折り方の説明をします。白い方を上にして、細長い四角半分に折ります。ぎゅっと押さえてください。一度開き、白い方を上にして、この切ったところの辺が手前に来るように置いてください。そうすることで、この綺麗な方が表に出るようになります。そして、ここの角と、ここの角と、この線の上が合うように、こういう感じで折ります。この角がこの線の上に来るように、そして、ここが、ここの点がこう折れるように、こういう感じになる場所を少しずつこうずらして探して折ります。次にこれをこっち側へ折るのですが、折りにくいので向きを変えます。そしてこの辺がこの辺に合うように、このように折ります。キュッと折ってください。そしてこの形に置きます。次に、ここの線にこういう感じで折ります。一度指でここを押さえ、ちょっと折り目をつけ、まっすぐになるように折ります。まっすぐの目安は、ここの折り線とこちらの縦の折り線が行ったり重なるように折ります。そしてここの角がここにつくように折るのですが、折りにくいので一度逆さまにします。ここがここに行くように折ります。で、ここがくちゃっとなりやすいので、こう伸ばしながら、指でこういうふうに伸ばしながら、ここも押さえながら、このように合わせます。ここを中指で押さえ、このようにきれいに折ってください。ここもギュッと。で、一度開きます。この形に戻し、次はここの線とここの線が合うように折ります。この時にここもぐちゃっとならないように、こう伸ばしながら折ってください。この形に置きます。次にここの線とここの線が合うように折ります。
この時ここが分厚くなっているので、ここもぐちゃっとならないように伸ばしながら、指で伸ばしながら凍ります。この線とこの線が合うように折ります。そして一度こちらへ倒して、こことここをギュッと折り筋をつけてください。これで一つのパーツが完成です。これを6個折ってください。こちらが6個あります。同じ形です。で、これをつなげていくんですけども、模様が交互になるようにつなぎ合わせていきます。このような順番でつないでいきます。つなぎ方はこの部分をこちらのこの手前のこの部分にこのようにはめます。このままつないでいってもいいんですが、この上の処理をするときに外れやすいと組み立てにくいので、テープのりを使って固定します。水のりよりもテープのりの方が簡単にベタつかずくっつくのでいいと思います。少しだけで大丈夫です。この角を合わせてください。ここにのりを少しつけて、この次のこの手前の部分、一番手前のところに入れてください。ここの線を合わせてください。最後は一番最初のところをこうぐるっとこういう感じですね。一番最初の手前のところに差し込みます。このように貼ります。で、次にこの部分を折っていきます。どこから折り始めても構いません。まず一番目、こう向こう側へ倒します。目安としてはここの頂点がこちらの頂点に届く感じ折ります。で、次に右隣のこの三角を倒します。頂点はここです。3番目、右隣倒します。頂点はここです。4番目も同じように右隣を倒します。5番目はこのまま倒すだけではなくて、一番最初に折ったところのこの下へ差し込みます。6番目も一番初めのところにの
番初めのところの下へ差し込みます。ちょっと難しいので頑張ってください。こういう感じです。もう一度やってみます。右へ折っていきます。1番目、2番目、3番目、4番目まではそのまま倒してください。5番目、一番最初に折ったところの下へ入れます。6番目も一番最初に折ったところの下へ入れます。ここがちょっと入れにくいので、裏を向けて、こう持って引っ張る形で、整えてください。あまり引っ張りすぎると破れてしまうので注意してください。こういう感じです。綺麗な六角形が出来上がりました。中側の処理をしていきます。こういう状態になっています。このオレンジのまっすぐの線より出ている花柄の部分を向こう側へ折ります。真ん中の部分をこのように押さえて最初は折ると折りやすいです。この部分ですね。折っていきます。こういう感じになります。もう一度やります。向きを変えて今度はオレンジの線の上のこの花柄の部分を向こう側へ折ります。こういう感じです。あと、1、2、3、4つ残ってますので、同じように折ります。折るたびにこういうギュッギュッとして整えながら折ってください。という感じです。形も六角形、中の模様も六角形になります。これで六角バッグの底の完成です。蓋の方は3パターンあります。それぞれ順次アップしていきますので、また見てください。最後まで見ていただいてありがとうございました。